はい、今年の特徴はですね、4年生中心のチーム編成となっております。最後のインカレですので、ぜひ4709スナイプ級ともにですね、総合で優勝したいというふうに思っております。まあ、両クラスともにですね、まあ、順風から強風を得意風域というふうにしております。で、個人戦はなかなかいい風、強い風に恵まれず振るわなかった部分もあったので、今のところ両方では本番でいい風が吹く予報になっているので、必ず自分たちの風で戦い抜きたいというふうに思っています。スナイプも、まあ、両クラスともにですね、順風から強風を強みとしているので、まあ、逆にその自分たちが苦手な雰囲気でどこまでその成績を抑えられるかといった部分がすごくポイントになってくるかなというふうに思います。目標はもう僕らがずっと掲げてきた全日本インカレ総合優勝といった部分なので、必ずチームの力を合わせて、まあ、ここに来れてないメンバーもいるんですけど、まあ、心を一つにしてチーム一丸となって優勝を勝ち取りたいというふうに思います。ありがとうございます。チームとしては、4年生幹部が、18人といって20人弱がいて多いのと、まあ、2年生3年生は少ないんですけど、まあ、1年生たくさん入ってきてもらって、結構63人の大人数でのチームになっています。で、目標としては総合優勝を目標としていて、毎年まあ目標とし、ここ何年かもずっと目標としてるんですけど、まあ、ずっと達成できてこなかったので、今年こそ達成したいなというふうに思っています。国公立なのでセレクションがないので、まあ、毎年、経験者が入るかどうかは、まあ、運次第というか、なかなか入ってくる可能性も少ないんですけど、まあ、今年の、まあ、470スナイプともに経験者が、470チームが 1,2,3 人で、スナイプチームも経験者が 1,2,3 人で、3人ずつ入って、まあ、3人ずついるレギュラーチームで、まあ、結構、まあ、経験としてはいいチームができてるかなというふうには思うんですけど、まあ、やっぱり監督がこう圧倒的なコーチがいなかったり、まあ、経験者としても、まあ、高校の頃に活躍できなかったような選手が多いので、まあ、ほとんど、まあ、最初のレベルは低いんですけど、まあ、九州で、練習してきて、まあ、総合優勝も目指しているという形です。あ、はい、目標としては、総合優勝を目指しています。頑張ってください。ありがとうございます。